旬で彩る幸せご飯。今日はナスとサバ缶のペンネを作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材はナス。奈良時代にはすでに栽培が始まっていたと言われており、古くから日本の夏の食卓に欠かせない食材です。サバ缶と夏野菜で手軽に栄養補給できますよ。ナスにサバ缶の旨味がたっぷりと染み込んで美味しくいただけます。調理時間はおおよそ25分です。では作っていきましょう。ナスとトマトを乱切りします。ナスとトマトはまさに今が旬ですね。そうですね、地元のものを旬の時期に食べられるのはいいですね。フライパンにオリーブオイルと生姜、ニンニクを入れて材料を炒めていきます。サバは水煮を使います。サバ水煮缶の汁も一緒に入れるんですね。蓋をして5分ほど煮込みます。煮込むことがポイントなんですね。サバ缶の旨味がナスに染み込みますよ。ナスがしっとりしたらペンネを加えます。ペンネはどのくらいの硬さがいいですか？そうですね、ペンネの硬さはお好みでいいですよ。仕上げに塩と黒胡椒で味を整えます。これでナスとサバ缶のペンネの完成。サバの旨味を含んだナスとトマトの爽やかな酸味がよく合います。白ワインとの相性もよく、パーティーシーンなどの一品としても楽しめますよ。ナスで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。